ポーチを3点ご紹介していきます。キラキラとドイリーのような生地です。こちらのポーチはフロント部分にファスナーとこちらの上の部分にファスナーがあります。ダブルファスナーポーチです。大きめのポーチで通帳が余裕でたくさん入ります。内側です。かわいい猫の生地です。こちらのポーチはフロント部分にファスナーがあり、そして後ろの方にポケットティッシュが入ります。後ろの方はこのようになっていて、ここにポケットティッシュがセットできます。手に持つとこのぐらいの大きさでバッグの中にも収納しやすいです。内側はエッフェル塔の生地が使ってあります。